はい、どうも、向井孝典です。僕たちの夢であるピザ窯、何年も使ったような感じの年季が入ってしまってるんですけども、今回からは向井風ピザ窯第2章のスタートです。なんか足りないものありますよね。そう、屋根です。やっぱね、このレンガっていうのは雨に弱いので、今回屋根を作っていきたいと思います。で、横にも機材とかがちょっと置けるように、1回目なので、土台作る場所を整地して、今日用意したこちら埋め込んでいくっていう作業をやっていきたいと思います。はい、で今仮置きしてみました。大きさ的には、奥行き150の横幅250ぐらいの小屋、屋根ができる感じです。で、煙突の部分はちょっとくり抜いて、あそこだけは屋根の上に煙突が出るっていう感じですね。使い収納部分を掘っていきます。今、すごい理論を使って平行を出してます。向こうとここの土台に平行に屋根を作っていきたいと思うので、ブロックを置いて、まあ、延長したってことですよね、まだね。はい、でここで今平行を出してます。で今ここと向こうが平行になったので、とりあえず平行になったということでいいですか。これが向かい風工法。この平行に置いた縁石を置いていく。その時にここも平行になっていることが大事ですね。平行ですね。横の面もはい、ほぼ平行です。はい、ほぼ平行です。今ですね、平行、水平、直角、また平行って感じですね。パスカルも驚きの方程式で編み出した形になっております。次の作業がここ。このまま土で埋めてもいいんですけど、まあ、前回使ったセメントが余っているので流し込んでより強度なものにしていきます。ちなみにね、今ですね、この上に立てる木材をどちらが買うかで揉めてます。意外と高いんですよね、木ってね。スポンサー募集してます。スポンサーになってくれた人はピザ食べれますよ。これで綺麗にしていくと、毎度おなじみ。よし、これ4箇所やっていきます。はい、ということで今1時間ぐらい経ちました。固まりんこですね。で、まあ、今週は雨降る日がないらしいんで、このまま放置してしっかり固めていきたいと思います。で、来週、次回はついに柱とか立てるための準備ですね。木に防腐剤塗ったりとか。
はい、どうも向井風の匠です。前回屋根を作るのに使い石を置いたと思うんですけど、今回木材買ってまいりました。こちら、まあこれで多分一部なんですけど、予算は2万円ぐらいでピザ窯とこの横に荷物置き場のスペースを兼ねて屋根を作りたいと思います。予算2万円で作ってみたいと思います。でもうすでに1万円ぐらい使ってます。木って意外と高いんですよ、ね、意外と高いんです。で今日やる作業としては、この買ってきた木に防腐防虫剤、ね、木が腐らないようにこちらに乗っていきたいと思います。これ1500円ぐらいですね。2万円まで大丈夫ですかね。防腐防虫剤塗っていきます。塗り方にコツとかあるんですか。まんべんなく塗りましょう。ムラなく一度塗り二度塗りの方がいい。まずね、ゴミを取るとこから始めましょうね。木の、うん、こういう土とこんな感じ、ね、ん、ちょ、今ついてたからね、こういう、ね、あ、木のカスとか、そうそうそう、一番これ今のところ全ての家庭において色のセンスがいい気がする。あとはまあ最悪白でカッコつけてもいいし、カッコつかない。今2本塗り終わりました。意外といい色ですね。で残りあと10本ぐらいあるんで、これも持ってきます。やっていきましょう。ちょっと早送りでやりますんで。はい、ということで1時間ぐらい塗りました。それがこちら。うわ、結構いいですね、味がある。で今ちょっと乾かしてる状態で、しっかり乾いたら切っていく作業ですね。緑のピザ窯と色が映えそうですね。早く屋根作ってあげたいと思います。それではね、次の作業を切っていきたいと思います。